散々な夢に目を覚ます。日差しの強い朝、お気に入りの曲聴きながら、洗いたてのシャツ腕を通す。美しければ人はまた終わらぬたびに時を費やせるから、今日は少しだけ遠回りして駅までも景色が嬉しくて、角の古着屋へふと入ってみる。いつもと違う角度で鏡を覗いてみる。きっとそこに新しい何かがきらめく時に涙が美しければ、人はまた終わらぬたびに時を費やせるから。時にとらわれ夢中でいたい。後悔する素敵じゃない、一人じゃないし、溢れ出す涙が美しければ人はまた終わらぬたびに時を費やせるから。皆さんこんにちは、MC のりあです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ということですね、今回はマニッシュさんのきらめく時にとらわれてを歌わせていただきました。今回はですね、スラムダンクの映画が公開するということで、スラムダンク月間、月間ではないわ。スラムダンクの曲はね、ちょっと有名な曲4曲あったな、それを歌っていこうかなと思いまして、毎月行こうと、はい、毎月ちょっとずつ上げていけたらなと思っております。で、第1弾がこちらのきらめく時にとらわれてですね、感想はですね、一言で言うと、ずっと高いから疲れたずっと高い、一生高いんですよ。なんかたまに高いとかだったら、難しかったで終わるんですけど、難しいを通り越して
喉がおかしくなってしまうのではないかっていうぐらい、多分私の発声に問題があると思うんですけど、もうねカラオケで5時間歌った後みたいになってた、歌い終わった後に高くて。歌ってる人は実は元セーラームーン、ムーンライトデーツ歌ってる。そうらしいんですけどね、ちょっと全然私マニシさんちょっとあんまりわかんないんですけど、まあでもすごいね、こんだけなんかライブ映像みたいなのを見せてもらったんですけど、どうだよね、歌うの外さないし、すごいなって思いました。私はちょっと無理そうですあんなに完璧に歌うのはちょっと無理そうなんですけど、でもすごいね、なんかなんだろう、まあ、時代感じるシリーズ第2弾っていう感じ。そうだね、メロディー自体は割とね、あのストレートっていうかね、そうなんか90年代後半の、うん、古き良き J-POP っていう感じですね。はい、私こういうの割と好きなのでね、歌えてすごい楽しかったです。衣装はですね、今回はこれワンピースなんですけど、なんかねバスケだから、てかなんかねもうバスケのイメージで、ね、スラムダンクの曲ってなったらもうバスケみたいな感じになったので、ちょっとこうねスポーティーな衣装にしたいねってなったので、今回ねこういった衣装を着てみました。はい、これに特に意味はありません撮影後感を出したかっただけですなのでね、あの詳しい説明はまたあの別でね、ロックブックとかで衣装紹介の動画を上げるんですけど、まあイメージとしてはスポーツをしているような夏っていうか、なんかこうね、運動をしている女の子みたいなイメージだったので、そんな感じで衣装を選ばせていただきました。で、動画もね、お知らせ動画上がってたと思うんですけど、まあ普通の感じのちょっと今までとは違うテイストもね、シンプルな動画で撮影させていただきました。誤解しないでほしいな、俺これやりたかったそう、一旦ねこういうちょっとザ歌ってみたみたいなのもやってみたくてですね、ちょっとチャレンジしていこうかなって。難しいんですよ、普通の J-POP ってああいうなんか動いたりいろんな画角にするのってイメージわからないの、本当に難しいんです。なんかもう身振り手振りもないじゃないですか、こういう曲って。だから正直シンプルで、シンプルさにもいろいろおしゃれにしたりとかいろいろあるから、そっちにはちょっと挑戦してみようかなって思うんだけど、はい、まあ動画がねどうなるか伝わりは私はまだちょっと見ていないんですけれども、あの楽しみに待っていたいと思います。はい、なのでね、いろいろこう試行錯誤して頑張った動画の一つになるので、もし見ていただいていいなと思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでこんな感じで今回も終わりたいと思います。それでは、あ、忘れた、なんだっけ、そう、あの感想コメントお待ちしております。で、実はですね、概要欄に私密かに今日の一言みたいな感じで、あのしょうもない質問をあげてるので、載せてたねしょうもない質問に答えてくれたら嬉しいです。はい、コメントどしどしお待ちしておりますということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の曲でお会いいたしましょう。ゆうでした。バイバーイ。